皆さんこんばんは。元男の子の青木香音です、えー。今日の動画はもしかしたら見る人によっては不快な思いを起こす可能性があると思う動画なので、この先不快な思いをしたくない方は、この辺で動画をストップしてください。お願いします。えー、早速、えー、動画を撮っていくんですけども、まず、えー、私は今怒ってます。かなり怒ってます。で なぜ怒ってるかというと久しぶりに視聴者さんからの、えー、質問等メッセージ頂い,いたんですねでその中の一つにもう本当にな舐めてんだろうっていう <laughs> あのごめんなさいね言葉悪くてもうなめてんのっていうがもうなんだろう もうね、ちょっと言葉で説明できないんで早速読みます今日の動画はあんまり編集加えないんでなんかこの私の今のこの雰囲気をストレートにあの感じ取っていただけたらなと思いますよろしくお願いします読みますカノンさんはじめましていつも動画を楽しく見させていただいてます僕はノーマルな男子ですがカノンさんのように体を女体化させたい願望があって少しだけホルモンをしてます 綺麗な女性のようにパンスと履いてみたいし可愛い服を着てみたいです僕は女の子が好きなのにこんなことしてるのはもしかして性同一性障害で,しですかでし,でしゅかって言っちゃったお時間ある時答えてもらえたらと思いますとのことなんですねでもこんなんばっかなんですよあの今まであんまり動画で触れてこなかったんですけどもあのご本当ごめんこと悪いけど変態が多い なんか性癖をこじらした変態が多いこうやって <laughs> あのんな,なのっていう感じなんですよ私からしたら、まあ、この方は、まあ、書いてある通りまり、あ、ノーマルの男子って言ってるんですけどもそのあまりにその性欲が強すぎてなんか自分の体を何その欲求の対象である女性の 体に自分自身を近づけてで、自分に興奮してるってことですもんねもうほんとねあの、まあ私こういうあの、元男の子なんでまあまあいろんな情報、情報が入ってくるんですよ周りのその知人を介してあの、あの人はこういう感じでなんかただあのー何性欲をこじらせてホルモンやっちゃったりしたけどなんか やばいよねみたいななんかそういうタイプだと思う私の経験上もう本当にあのホルモンを安直に見てるっていうか女性ホルモンってそのまあ私みたいに性別に悩んで自分の体を変えたいみたいなまあそういうなんだろう気持ちでまあ最終手段ですよねもう本当に変えたいっていう 強い気持ちを持った人たちが男から女にもしくは女から男に変わったりとかするときに使う手段なんですよで。それってちゃんとお医者さんから許可をもらったりとかその自分のこの血液検査してこんぐらいの色だったら体にそのダメージをまあ最小限に抑えつつ男から女にどんどんなんだろう女性ホルモンを飲むことによって。 変わってい,いけるよみたいなまあそういうので私自身もそうやってるんですよまあこの前ねちょっとね病院行くの忘れてあの飲めない時期があったんですけどもでもそうやってやってるんですよでこの方はもまあ、自分のその自己満足でいや別にいいんですよあのあなたがえっ、ー、とこの先その後悔し,しようが副作用で苦しんでのたれ 何うんもう言葉あるほね言葉悪くなっちゃうからやめとこうこ,これ以上ちょっと悪く言うのおかしいから自分自身も、うん、動画的にあのん自自だだでかっていうと女性ホルモンやると性欲落ちるんであなたが今持っているそのこじれた性欲があのどんどん低下していきますからなぜなら 女性ホルモンをやることによって男性的機能が落ちていくんですよ。あなたが大好きなこのエッチなこと <laughs> あのこじらした方のエッチなことをしたい時にじゃあ何どっからこの性欲湧き上がってくるって言ったらやっぱり男性ホルモンですよね。男男性性ホホルルモモンンがががかななり影響してると思うんですよその男性ホルモンがあ,のあなたが今 えっと、自己満足に飲んでいる女性ホルモンによって男性ホルモン殺されていくんですよ。ってなると性欲なくなくりますよねどういうことかっていうとあなたが今この自分の欲求を満たしたいって思っているこの気持ちすらなくなるんで自分は今何しているんだろうっていうその喪失感に襲われるわけですよ。これってめちゃめちゃあるあるなんですよね。私の周りでも まあそういう、い本当ね私からしたらもうなんだろうなんか一緒にしないでって思っちゃうぐらいもう嫌悪感を私抱くんですけどもそういう人に対してあのエロ目的っていうかなんか性,性欲こじらして自分の体を女に変えてなんかそれで興奮しちゃう自分自身の体に興奮しちゃう男の人変態がい,るいたんですよ。 確かにでその人はやっぱりそのどんどん性欲が女性ホルモンになって落ちていくんであやばいな,なんか自分おかしいみたいになってもう女性ホルモンやめようみたいな。でやめようと思った時にはもうすすででに遅いんですよねもう男性ホルモンが、まあ、精子を作る期間っていうんですかそこがもうおかしくなっちゃってるとか3ヶ月とかもまあでももっとじゃないかな。もう1ヶ月とか ホルモンとかやり続けちゃうと、もう元に戻らないんですよ。その。男性的機能がやばくない。<laughs> で。過去にもこういう事例があったんですけども。その。精子は出るって言うんですよね。その男性ホルモン壊れた、あ、男性機能。女性ホルモンになって壊れた後でも、精子は一応出るけども。でも。その女の人と、その営みして、け、まあ、結婚して営みして。で、子供授かり代いで言って。もと、っと、っとその女性ホルモンやってた。 自己満足人間が、その営みで女性にお腹にやだすぞって言って、障害を持った子が生まれちゃうみたいな。なんかそういう確率がめちゃめちゃ上がるんですよ。だから、あなたが今やってることでもし例えば将来女性と結婚わかんないですよ。もししたとして、自分だけのその欲求を満たすためにしてたことが、誰かの人生を狂わすこともあるんですよ。わかってますまあ私みたいなこういう 性別を変えて女性ホルモンやってる人たちに何だろうななんかすごい失礼ただまあ私みたいな人って結局その自分がなりたくて女になってるっていうか、まあ、性別変えたりしてるわけなんでなんか同情を買おうとは全く思ってないんですけどもでもみんなそれぞれその自分の環境というかそれを犠牲にしてみんな変わったりしてるわけなんで。 なんかそういう変態だしとなんか一緒にされるのがなんかすごい屈辱的っていうかまあ私過去の動画でもちょいちょい言ってるんですけどホルモンやるって本当に一生自分とこの付き合っていかなきゃいけないことなんですよ女性ホルモンやめちゃうと更年期障害になっちゃうし骨粗鬆症になっちゃうし本当にやばいんですよ それぐらい大変なんであなたにその覚悟があるかっていうことを私は問いたい今だけですよあのあなた自身がこの自己満足してこの先後悔してもいいんだったら別に続ければいいと思いますけどもむしろなんかそういう人に私は動画を見て欲しくないって思っちゃうそれぐらい私は嫌悪感を示します視聴者さんを侮辱するつもりはありませんけどもそういう人間は私は大嫌いです すみませんなんかめちゃめちゃ感情的になってるんですけどもそれぐらい私は許せない本当に許せないなんかねもう関わってほしくないっていうかもう動画も見てほしくないし本当に皆さんをその気分悪くしてしまってなんか今めっちゃ罪悪感あるんですけどもでも伝えなきゃ多分ここまで強く言わなきゃ多分こ,この先もっといろんなそういう 自己満足人間が出てきちゃうんで、私は、あの、ここではっきりと言っときたいなと思いました。なんか、結構 YouTuber さんで、なん家にピンポンしに来たりする視聴者さんいるんだって言って、なんかそれをネタにするじゃないですか甘。甘いでしょって私は思っちゃうんですよね。私も視聴者さんの家に来たことありますけども、いたずらされたりとか。でも私は、うん、手加減しないし、そういうことに対して。だってやっちゃいけないことやってんだもん。だから私は、 あのなんか笑いとか一切なしで本当に真面目にあの今回はちょっと動画撮らさせていただきましたすいませんね気分悪くしてし,しまってただこういう気持ちがあるんだよって伝えたいしさっきみたいなああいう人がゴロゴロいるっていうことも知ってほし,欲しいですいつも応援してくださる皆さん本当は今日大事なお時間いただいてありがとうございました少しでも あのこの動画がいろんな人にあの見てほしいんでよかったらシェアしたりとかあとグッドボタンを押いとあの関連動画とかに乗りやすいんで少しでもシェアの,このご協力をお願いします。